はいどうも、おもしろさんキャラメルです。今回は CODBO2 にて、たくさんの質問をもらったので、その中から、選んで回答していきたいと思います。ちょっとラジオ形式なんですけれども、もしねお暇な人がいましたら、聞いてやってください。はい、まあたくさんの質問いただいてます。じゃあまずね、この CODBO2 関連のことからね、まあ適当に喋っていきます。まあ最近なんて言いますか、このまあいろいろ質問もらえるようになったんですけど、よく聞かれる質問の中で、武器、おすすめの武器は何ですかとよく聞かれるんですけども、おすすめの武器、まあマップによってね結構使い分けてるところがあるんですけど、なんて言いますか、 AR で言うとアバカンとスカーを最近使ってますね。あとはなんて言いますか、 SMG だと、そうだな、 MSMC とか MP7 とか PDW とか、まあその3つですかね。それをよく最近使っています。はい。でまあパッチとかが入って結構なんて言いますか、この SMG が使いづらくなってきてるんですけども、まあ、その対処法として、フォアグリップとか可変ストックをつけてですね、なんとか、はい、前のパッチが入る前の感じにね、まあ、少しでも戻せたらいいなっていう感じで、最近は使っています。まあ、MSMC に関しては本当にもともとブレがない武器ですし、まあ、どのマップでも結構使えるので、まあ、結構ね、オールマイティじゃないですけど、なんかね、自分の中ではどのマップでも使えるんじゃないかなと思って、まあ、使ってみたりしています。まあ、あとはそうですね、キルストとかつなげるときは AR とかで、まあ、味方の後方支援じゃないですけども、まあ、そういう感じでね、少しちょっと一歩引いて2列目プレイって言いますか、まあ、そういう感じで、はい、味方の援護をしながら戦って、まあ、あとはキルストをつなげて戦うっていうのが最近のプレイスタイルですかね。まあ、なかなか旗が取れない状況が最近続いてまして、まあ、ドミネーションの方がね、なんて言いますか、ちょっとあまり盛り上がっていないので、まあ、その辺を考えて、プレイスタイルもちょくちょく、まあ、お部屋によっては変えているんですけども、まあ、やっぱり、まあ、そうですね、個人的にはやっぱり凸スタイルっていうのが、はい、代名詞になってますので、まあある程度は攻めますね。もう攻めて攻めて攻めるんだけども、やっぱり敵が受け身に入っちゃうと、なんていうかな、この攻めてもね返り討ちにされちゃうだけなので、その時は様子見てね、今さっき言ったこの2列目プレイで、なんとか、キルストで、まあ旗に入るこのタイミングだったりとか、そういうのを見計らって最近は、ゲームの方プレイしております。はい、まあそんな感じですかね。プレイスタイルと今、おすすめの武器っていうのをね答えたんですけれども、あとはそうですね、まあ質問だよね、質問。最近ちょっとこれ見て面白いなっていうのがあったんですけど、彼女いますかっていうね、そういう質問をいただきまして、あとなんかね好きな人いますかとか、そういう質問がはい来てまして、コメント以外でもですね、ダイレクトメッセージの方で、そういう恋愛に関してすごく聞かれるようになったんですけど、私はあれです、一応人差し指じゃないわ、この薬指ですね、指輪をしております。まああれですよね、指してくださればわかると思うんですけども、はい、結婚しているということで、まあ別に、はい、彼女というよりは、奥さんがいます。まあそれぐらいですかね。はい、まああとはそうですね、質問ちょっとね見てみようか。なんていうのかな、これはキャプチャーボードについてですね。キャプチャーボードはどういうのを使っていますかっていうのを、多分実況やり始めの方なんですかね、質問届いてますけども、キャプチャーボードはですね、私のこの PC があまりスペックのいいものではないので、まあ、PC になるべく負担がかからないように、しています。なので、埋め込むタイプのじゃなくてですね、外付けって言いますか、外にこう、もともとこう機械があって、あるやつなんですけど、これは、なんていうのかな、これを、これなんていうの?これは、なんちゃら PD2 じゃねえわ。なんちゃら PD2 じゃねえわ。なんだこれは。RPD2 じゃねえな。これなんて言うんだこれ。
なんか、はい、外付けのやつなんですけど、まあ大体2万ぐらいで買えるんじゃないですかね。ちょっと待ってください。ちょっと調べながらね、まあラジオ形式なんで今回、まあちょっと適当にまったりやっていきますけど、ちょっと調べながらちょっと喋りますね。そうですね、実況でキャプチャーボードっていうのが結構ね、皆さん大事になってくると思うんですけど、キャプチャーボードっていうのはですね、まあそこからじゃあ説明しましょうか。キャプチャーボードっていうのはですね、ゲームやっている中で、このテレビね、テレビあるじゃないですか。テレビに映っている画面をパソコンで映すっていう、要は変換器じゃないですけど、そういう役割を、持ってます。それであとはもう、その PC、パソコンに入っているソフトでですね、その映っている画像を録画するっていう風に、それが、まあ大体このね、実況の撮り方なんですけども、まあ、そこでまあ PC のスペックとかはどうなんですか、どういう PC を買えばいいんですかっていうね、前なんかおすすめの PC 買うときにどれがいいですかみたいな、そういう質問もあったんですけど、まあものによっては本当に埋め込むタイプのやつだと高いものをね買った方がいいと思うんですけど、私みたいに外付けのタイプのキャプチャーボードでしたら普通に安いパソコン、ノートパソコンとかでも全然いいんじゃないかなと思います。はい、あったあった、これですね、 HDPVR2 っていうやつですね、私が使っているやつは。はい、 HDPVR2 なんかちょっとかっこいいですけど、これはですね、本当に非常に簡単な仕組みで、 PS3 とパソコンとその機械をねこう線でつないで、まあただ単に録画ボタンポチって押すだけで、まあ画像が撮れるってやつなんですけど、そういうやつを、使ってやっています。だいたい1万5000円ぐらいで今売ってるんじゃないですかね。まあそれぐらいですかね。だいたい実況するのには、まあ3万ぐらいあればできるんじゃないですかね。ノートパソコン1万円、1万円ぐらいのポンコツ仕様のやつ買って、キャプチャーボード1万円ぐらいのやつ買って、そうですね、あとはマイクとかがあればね、安物でもいいんであれば全然できるので、まあ大体4万ぐらいだったら結構ね、私みたいな環境は作れるとは思いますけど、まあそれは皆様実況やらない人には関係ないことですので、もしね興味がある方はですね、ぜひやってみてください。はいはい、次の質問行ってみましょうか。次の質問なんですけども、ちょっと待ってくださいね。確認しますね。ちょっと、質問いろんな方からもらってるんで、被ってるやつとかそっちの方をね、ちょっと答えていきたいですよね。ララ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 な、どれだどれだ、なんか最近ね、すごく、最近言われてすごい気にするようになったんですけど、声がかっこいいですねとか、そういう、そう、プレイとか関係なしに褒められるようになってきて、まあ、そこがそういう最近ちょっと嬉しいっていうかね、あ、そうなのかなっていう感じで思ってますけど、うん。まあ、いろいろありますね。なんか、好きな食べ物は何ですかっていう全く関係ない質問も来てますね。なんか多分お菓子の時のやつかな、これ。お菓子の時の関係で多分来てるんですけど、好きなお菓子は何ですかっていう質問が、はい、来てるんですけど、好きなお菓子はですね、まあ、スナック菓子だったら何でも好きです。はい。まあ、何でもいけると思いますよ。はい。はい。で、あとはですね、なんか PS3 と、Xbox ね、最新版出るんですけど、買いますかっていう質問が届いてますね。そこなんですけど、なんていうの？この COD のゴーストってもうすぐ発売されるじゃないですか。それが PS3 でも発売されるらしいんですよね。うん。多分 PS4 と PS3 両方発売されると思うんですけど、まあ PS3 で発売されるんだったらね、わざわざ PS4 買ってやるよりは PS3 でやった方がいいんじゃないかなって私は思います。で、うん、まあ、オンラインの環境だと思うんですけど、やっぱり、初めの方は買う人が少ないと思うんですよ。PS4 も Xbox の方も。まあ、なので、多分、回線とかユーザーが多分ね、PS3 とか、まあ今の Xbox360 の方に結構みんな滞在すると思うので、PS4 は PS4 だけのユーザーしかいないっていう時になった時にですね、なんて言いますか、人がいないんじゃないかなとか、そういうことを考えて、まあ多分発売されてすぐには買わないと思います。うん。うん、そうですね。すぐには買いません。はい。まあ多分1年ぐらいしたら、1年もたないの。まあ好きなゲームがね、発売されたら買いますけど、
まあ、しばらくは様子見って感じですかね。まあどっちを買うかって言われたらやっぱり PS4 の方が先に買うんじゃないですか。うん、Xbox やっぱり今までもこうずっと PS3 でプレイしてきてるんで慣れっていうかね、こうやっぱり親しみがあるので PS シリーズにはね、なんで PS4 の方を先に買うと思います。はい、まあすぐには買わないっていうことですかね。まあでもうん、まあそんぐらいですかね。はい、あとはこのなんて言いますか、実況関連について質問あったかな。ちょっと見てみようか。実況関連、まあ COD シリーズなんでできれば COD の質問がいいんですけど、結構皆さんはねえ、私本当にこういうコメント好きなんですけど、なんかこの前ね、この前あの自分だけのこの動画説明みたいなのを作ったんですけど、コメントがすごかったね本当に。なんていうのかな、コメントでほとんどの人が、兄さんちゃんと噛まずに言えたねみたいな、そういうコメントが結構来てたんですけど、あ、これみんなわかってるなーっていう、なんかね、そういう噛まずに言えたねみたいな、そういうコメント俺好きなんですよ。なんかね、はい、なんかちょっとね、人とはちょっと違うコメントみたいなね、なんて言いますか、あ、うまいですねとか楽しかったですっていうのはほとんどの方が言ってくれるんですよ。多分お世辞だとは思うんですけど、まあ、なのでそういうコメントよりはなんか少しひとひねり加えた面白いコメント、あ、見ててニヤニヤしちゃうようなコメントが来るとやっぱり嬉しいですよね。57秒間一言も噛まずに話せてましたね、おめでとうございますとかね、これすごいなすごい、みんなこれ、あ、噛まずに言えてますねとか、あとツイッターで最近絡ませていただいている方からはですね、今も多分映ってると思うんですけど、メルラジかラメジルかどっちなんですかと。まあね、これはメルラジですね、キャラメルラジオということで略してメルラジっていう風に、言ってます。本当はこれキャス用に作ったんですけど、なんかソフトでフリーソフトで、なんかねこう書体じゃないですけど、こういうなんていうのかな、習字っぽく書けるみたいな、それを画像保存できるみたいなね、そういうソフトがありまして、無料でそれを使って、まあメルラジって今こういう風に書いてみたんですけど、これねめちゃくちゃ難しかったからね、これ書くの、これすごい難しいんだよこれね、サイズとかね。まあそうですね、そういうので書いてみました。ちょっとなんか脱線しすぎて何を喋ってたのか全然間違って、なんか忘れちゃいましたけども、あとはどう質問ですよね、質問、あ、そう、苦手なマップありますかっていう COD のことで聞かれたんですけど、苦手なマップ、嫌いなマップ、当然私にもあります。ですね、最近で言うとマグマとかね、あとはなんていうのかな、とりあえずマップをポンポン上げていきますね。アフターマスと、ヌークタウンっていうところと、あとそうだな、タービンもあんま好きじゃないな、タービンとか、あとはメルトダウンとかもあんま好きじゃないね。まああとはその今言ったマグマか、マグマ2回行っちゃったなこれ、マグマと、まあ大体結構あります。はい、正直言って結構あります。好きな嫌い、好き嫌いはね、こうマップに関しては。まあその嫌いな理由としてはですね、苦手な理由かな、まあ理由としてですね、結構ドミネーションっていうのはですね、モダンの時は、まあ今までもずっとそうだったんですけど、 BO2 からこのラウンド制に変わってしまったのであれなんですけど、裏取りとかね、そういうのが本当に大事になってきて、まあ立ち回りとかいろいろ、まあね、あ、こういう、これ、この状況やばいな、ちょっと裏取り行こうかな、みたいな、そういうことを若干考えながらやってるんですけど、まあ、この、なんていうのかな、その際にですね、もう完全にこう、右も左も正面も突破できないっていう状況ができちゃうと、本当に一方的にやられるだけで、まあ、ただ死にに行くだけっていうね、まあ、そういう、状況が生まれてしまうので、例えばヌークタウンとかだともう本当にね、一回抑え込まれちゃうと本当に脱出できないしね、そういう、実力、
ね、実力だけになってしまうみたいな。立ち回りでカバーできないようなマップはあまり苦手です。はい。もうマグマも本当に実力が敵強かったらもうボロボロにされるじゃないですか。まあでもレイドとかだったらね、例えば味方がそんなに、まあ失礼かもしれないですけど強くなくたとしてもですね、立ち回りで全然カバーできるので。まあその辺を考えるとやっぱり、ちょっとね、マグマとかヌークとかその辺はどうなのかなっていうふうには思います。はい。まあそんな感じですかね。うん。まああまりそういう、まあほとんど答えてるので、質問に関してはあまりもうないんですけど、まあこれぐらいですかね。というわけで、今回は少しちょっと15分ぐらいで長くなってしまったんですけど、また会いましょう。では、バイチャー。